こんにちは、赤です。全国の白いデスク化計画を遂行中の皆さん、素晴らしい製品が出ました。私もなんだかんだホワイトが好きでいろいろ集めちゃうんですけど、今日はこちらです。今日はマイクアームです。どうですか、この白さ。オーディオテクニカの AT8700J。 今まではブラックのみだったんですけど、この6月に新色ホワイトが出ました。きちんとしたオーディオメーカーが出すしっかりしたマイクアームでホワイトっていうのは今までなかったんだと思うんですよね。使い勝手見ていきましょう。でも私、これ危うく買えないところだったんですよ。Amazon って発売日前に予約注文受け付けてるじゃないですか。で、予約して待ってたんですよ。で、発売日が過ぎて、まあ1日ぐらい。まあ北海道なんで1日2日遅れるのは当たり前なんで気にしてなかったんですけど、お届け予定日って書いてある日付、これを過ぎても未発送のままだったんですよね。なんかおかしいぞと。でも Amazon のページ行くと在庫ありになってるしなぁというふうに見てたらですね、在庫ありになっているのは Amazon 販売のものではなかったんですよ。で、その時点で Amazon 販売のものはもう売り切れてたんですよね。そうなんですよ。予約注文は受け付けてるんですけど、二次出荷、三次出荷の分まで受け付けてて、発売日には届かない仕様になってたんです。これはまずいぞと思って慌ててその Amazon の予約を打ち切って、今回ビッグカメラで購入しました。もう皆さんホワイトのモデル出たら飛びつきますよね。私も人のことは全く言えないですけど、本当アンテナ張ってるんだなっていう風に人気の高さがわかります。で、これ見るからに頑丈なのが伝わってくるんですよね。もうぐっと力を入れないと動かないくらい。で、デスクに設置していくんですけど、まあ、おなじみのクランプですよ。まあ、マイクアームといえば大体このクランプで取り付ける形が主流だと思うんですけど、このクランプは厚さ5センチまでに対応しています。まあ、大体の机には入るかなというところでしょうかね。はい、一旦ここに設置してみたいと思います。で、このマイクアーム本体をただ挿すだけ。上から差し込んだらフリーで動くので、まあ、ネジでちょっと硬さを調整してあげる感じですね。はい、もう設置基本これだけです。あとは自由に動くんですよ。だいぶでもこう動きが硬いっていうのは事前に、まあ、聞いていた通りですね。まあ硬いっていうのは良くもあり悪くもあるところですね。対応するマイクは重さ 2kg までですね。まあ一般的なマイク、コンデンサーマイクだったりダイナミックマイクだったり、割と重量級のものでも1キロを超えるってことはあんまりないので、ほとんどのマイクに対応できるんじゃないかと思います。このマイクアーム、オーディオテクニカの製品ですけど、マイクもオーディオテクニカじゃなきゃいけないなんてことは全くないので、どんなマイクでも使えます。で、ここが8分の5インチサイズ。マイクの世界では一般的なものですね。なので、このネジに合えば、もちろん付けられますし、まあ、このネジもいろいろ変換することもできるんで、まあ、ほぼ全てのマイクに対応できると言っても構わないでしょう。で、私ですね、一番最初、これ、めちゃくちゃいいなと思ったポイントがまず1点あります。この状態で止まってくれる。これ、まあ、どう動かしても、手を離したところで止まるんですよ。ここでも止まりますし、ここでも止まる。これがマイクをつけていない状態で止まってくれる。これ嬉しいです。今使ってるのは NZXT のブームアームっていうスプリング内蔵のマイクアームなんですね。で、これ今マイクがあるから安定してるんですけど、これマイク外してみましょうか。
マイクを外すと上に上がってしまうんですよ。アームを保持できないんですね。スプリングの重さで耐えてるっていう形だったんです。で、それで安定してるっていうのもあるんですけど、まあスプリングの反発力が強くてちょっと扱いづらいなっていうのは感じてたんですよね。それが今マイクをつけていない状態でしっかりと止まってくれる、この安定感はやっぱり素晴らしいです。まあ、その分この動作が硬いっていうのはあるかもしれないですけどね。ということで、このマイクつけていきましょう。アストンマイクロフォンズのオリジンっていうマイクですね。まあ、結構愛用してますこのマイク。はい、キュッと締めて、でこの金属の支柱部分はしっかりと回転するようになってます。でこのネジでこう締めてあげれば、まあ、動かなくなるっていう形だとは思うんですけど、まあ、それでも結構動くかな。ちょっと抵抗が増すかなぐらいの感じです。はい、動作が硬いので、まあ、全く心配なかったんですけど、はい、マイクをつけてもちゃんと止まってくれますよね。安定してます。結構この上下は何ともないんですけど、この部分、こっち行ったりこっち行ったりはかなり硬いですね。そして気がついた2点目のいいところ、それはここの取り付け部分が長いということなんですよ。またちょっと例に出して申し訳ないんですけど、 NZXT のブームアームっていうのはこれこのくらいなんですよね。で太いんですよ。でここがもうちょっと長ければなっていうふうに思ってて、というのもマイク、特にこういったコンデンサーマイクってマイクの取り付け穴と XLR ケーブルの差し込み口がこう隣り合ってたりするんですよね。でこうやって太かったり短かったりすると干渉するんですよ。でケーブルがうまく差し込めなかったりするんですよね。その点このくらい長くて細いと、まあ干渉する感じは全くしないなと。はい、ケーブル差し込んでこの辺のクリアランスもバッチリあるんですよね。となるとこれを緩めてこうやって上に向けたとしても横に向けたとしても、マイク自体回転したとして、こうやって上でも、はい、どちらでも向きます。ちょっとこのネジがあるんでこの後ろだけちょっと向きづらいんで、そこだけ注意が必要かなと。まあ、一旦抜いて回して刺してあげるっていうこともできるんですけど、あ、やっぱりこっち側はちょっと向かないですね。まあ、これマイクの形状にもよると思うんですけど、だからこの状態だったりこの状態は全く問題なしです。私本番環境では今こっち側からグーッと伸ばしてくるつもりなんで、まあ、この状態で問題ないかなと思ってます。あとはマイクを使うと必ずケーブルが必要になるんですけど、そのケーブルの固定にはここに最初からメインファスナーがついています。まあ、非常にアナログな感じですけど、まあ、かえってそれがいいのかもしれません。この曲がるところにはケーブルのガイドがしっかりありますね。ここに引っ掛けてあげることができて、あ、すごく安定します。でこうついていった時に、まあ、ケーブルが余ったり外れたりしそうになるので、この辺がちょっとまあアナログなやり方だとしょうがない部分なのかなというところでしょうか。ただどうせケーブル見えるんだったら普通の黒いケーブルではなくて、こういった青いケーブルみたいにカラーのケーブルで遊んでみてもいいかもしれません。やっぱりホワイトのマイクアームなのでどんな色でも映えると思うんですよね。まあ、ピンクとかこうブルーとか、まあ、グリーンとか結構ネオンカラーのこういったケーブルってのも出てたりもするので、まあ、そういったところで遊んでみてもすごく雰囲気が作れると思います。あとは可動範囲、まあ、大きさとしてはそんなに大きな方ではないんですけど、例えばこのくらいの感じで上からこう垂らす感じだと、まあ、ちょっと視界を遮ってしまうので、こうグーッと下げて、はい、こっち側こんな感じでセッティングしてあげてもいいですよね。このマイクが真上を向くっていうのもここら辺の作りがすごくいいんですよ。結構これが干渉してしまうことってあるんですよね。このマイクがまっすぐ上向かないでこの辺で止まってしまう、そういったマイクアームいっぱいあります。
まあ、もちろんショックマウントとかで少しオフセットしてあげて、この先にマイクをセッティングするっていうような形のものは全然問題ないんでしょうけど、こうやって直にマイクをつけるとなると、本当にこの辺りのクリアランスっていうのは素晴らしいです。で、こうやってマイクを上に向けていて、もっといいなというところが、これぐーっとこんだけコンパクトになるんですよ。これ素晴らしくないですか？全然邪魔にならない。で、これもスプリングがあるとどうしても反発があって、こんだけ小さくなったりしないんですよ。いやー、素晴らしいな。まあ、もともとこれ黒いバリエーションはあったはずなんで、まあ、使われてるって方もひょっとしたら多いかもしれないんですけど、私はこの製品ホワイトが出るまで知りませんでした。こんだけ使い勝手いいんだなって改めて思いましたね。まあ、ブルーのコンパスとか NZXT の、ブームアーム、あれとはかなりコンセプトが違ったマイクアームになってますね。なので注意点があるとしたら、ここの指入れて動かすと指挟んじゃいますよっていうことでしょうか。このあたりは本当注意が必要です。じゃあちょっと本番環境のところに設置してみましょうかね。はい、いつもの場所にセッティングしてみました。いや、かなりいいですね。あまり視界を遮ることもなくて、まあ、もちろんマイクを上向きに設置しているからっていうのもありますけど、白っていうのはなんか視界に入っても黒ほど圧迫感ないんですよ。なのでそこにあるなっていうのはわかるんですけど、こう意識からこうふっと消えてしまうような、そんな感じの色合いにも見えてきます。あと、今いいだけこうやって動かして触ってたんですけど、最初に伝えればよかったんですけど、この塗装素晴らしいです。あの、サラッサラなんですよ。で、指紋とかがほぼつかない感じの塗装になってて、でなおかつこうサラサラしている感じ、なんて言ったらいいんでしょうかね、安心感のあるサラサラ具合なんですよ。はい、いかがでしたでしょうか。今日はオーディオテクニカの AT8700J という白いマイクアームを紹介しました。もうただ白いだけで幸せになってきます。まあ、私と同じようにデスク環境を白で整えたいという方には本当におすすめできるマイクアームになってますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録や高評価もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではでは。